ラジー、さつかれさん、皆さん元気ですか？アリナ神社のようこそ、アリナちゃんです。そしてぜひぜひ。なんだか、最近また、マイファストーリーのまだ知らない曲にハマってたから、この動画、アップされた時に、マイファストーリーのハイヤナという曲を The Home Take、ファーストテイクからの The Home Take、なんかアップされた時に、うわぁ、それもう見たいって気持ちになったから、ぜひ一緒にチェックしましょう。そして、あまり覚えてない。この曲を聴いたかどうか。まあ、でも聴いてないと思う。自信ない。本当よく覚えてないから。でも、ぜひ皆さんと一緒にチェックしてましょうね。3、2、1、GO! The Home Take My First Story、どうも、My First Story ボーカルのヒロです。どうも、今回、このホームテイクにまさか自分が呼んでいただけるとは思ってもなかったのでとても感激しています。本当は皆さんに早く会いたいですが、そんな未来に願いを込めて今日は精一杯歌わせていただきたいと思います。よろしくお願いします。よろしく。何の曲かな。楽しみね。この The First Take、Home Take の動画、本当に好き。ひび割れた幸せな時を過ごすほど甘せこび飢えている悲しい肺炎みたいだ。噛みついて邪魔をしてエゴを押し付けてるだけ。いやいや悪いのは誰だ。泣いて泣いて抱いて血にまみれ変わらないの。なんで自分一人幸せになれない。叶わない。だから逃げ出すの。愛そうともせず愛をまた欲しがるだけでしょ。Oh my god.すごい綺麗。素敵。違う幸せそうな顔を見るたびに I'm sick of it. 真っ黒な心に染まり始める。見下して叫んでる。この曲をデフォンテイクで選曲をした。素敵な曲を選んでくれて本当に良かった。すごく綺麗な曲。最高じゃないですか。めっちゃいい感じ。やっぱり音楽ってすごい。皆さん心に響いてるね、この曲。今まで僕は一人だと思い続けてずっと生きてきたけど今なら君と二人だと思い始めて歩き出せるこの思いが君に届くのなら僕は弱いね弱いね弱くて意地張りね一人で
生きるのはもう無理だ。僕は弱いね、弱いね、弱くて見えっ張りだね。一人じゃ何にもできないから、君とずっと一緒にいたいと、ここから今そう思うから、こんな僕でもそばにいさせて、ずっと。すごく良かった。ありがとうございます。ありがとうございます。いやー、本当にすごかった。めちゃくちゃいい曲。すごくいい感じ。めちゃくちゃ素敵。そして、いやー、言葉足りない。本当に足りない。すごく綺麗な曲でした。本当にありがたい。この曲歌ってくれて。そして、やっぱり。あー、いやー、本当によくもっともっとハマってる。マイファストリーに。うん。本当。そしてこれからもいろんなまだ知らないのミュージックビデオと曲をチェックして続くから、皆さんもマイファストーリー好きならぜひ私と一緒に見てくださいね。そして今日も私と一緒に見てくれてありがとうございます。本当に楽しかった。皆さんもそうでしょう。すごくいい曲。コメント待ってます。新しいコメントも待ってます。アリナちゃんでした。この人によかったら言葉ともシェアとチャンネル登録もぜひお願いします。バイバイ。